とはでも、うん、初回の入荷でちゃっちゃってちょっと出て、それ以来だったんで、うん、追加が。はい、わかりました。よいしょ、よっしゃ。今日は君らしくはないけど、たまにはいいね。あ、その感じもいいんだよね。ちょっと突っ込んだりしてみたらどう？え、でもどこか見えなくなっちゃう。いや、いいじゃん別に。見える必要もないじゃん。勢いでさ。あれ、入ってもらったよ。ありがとうございます。ゆっくりお休みくださいって。薄利多売商品ですね。まあ全部突っ込んでもいいじゃん。何もそのロゴ見せなきゃいけないわけでもないし。ああ、うん、まあ前突っ込みだけでもいいかもね。勢い全部突っ込まなくて、うん、そのぐらいで、あ、そのぐらいでいいよ。はい。もうほんと極端よね、あなた。私デヴィ夫人になっちゃうわよ。はい、行きます。じゃあ行きましょう。はい、皆様こんばんは。こんばんは。シマークインスタライブもっチャンネルの時間です、はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あら、ちょっと待って、止まっちゃったね。画面動いてる？ではない気がしますが、どうでしょうか。あ、あれ、こっちが動かないんだけど、ちょっと待ってて、うん、これがダメなの？本当だ。あ、動いた。動いた。はい。大丈夫ですかね。うん、大丈夫です。はい、動きました。おかげさまで。はい。はい。うん、大丈夫ですね。はい。火曜日から寒くなるとの噂がございます。はい。で、今日はご紹介ができていない、うん、ニット。はい、ニットのご紹介ライブになります。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、先週入ったんですが全く紹介できてないと。全くできてない、はい、はいはい、ものです、うん、はい。まずこちらは、うん、あの土曜日に熊谷さんがライブで、うん、あのお召しになったものなんですけれども、うん、こちらあの裾にロゴが入ったはいタイプの、ニットになります、はい、今あの今日前後スリットのスカート履いてるので、うん、ちょっと前突っ込みしてるんですけど、うん、あの出すとこのような感じのものになります、うん、ブルーフロンセって書いてあるロゴが配色、はい、色使いが可愛いかなと思います、うんうん、このまま着て全然いいんだけどね、はい、ちょっと渋くなっちゃうかなっていう話をしてたとこですね。このロングだとね、うん、はい、なので前突っ込みしてもまあロゴあるけど勢いで突っ込んじゃえといった感じになります。いいじゃないですか、はい。それでいつもの、シマーク仕様ですけれども、バックル出してみましょうか。はい、はい、うん、シマークコーデになります。前を突っ込んだ時にそのフロン前の部分をデザインポイントをちょっと作りましょうと。そうすると全体にズルッと感が消えてちょっとモードな感じになりますので、かっこよく小粋に、こんばんは。海さん、こんばんは。かっこよく小粋になります、はい、で、これまあ好き好きなんですけど、やるやらないっていうことではなくて、こういうふうに突っ込んだ時にベルトとか普通のベルトでも当然いいんですけど、こちらの場合は立ち出しのウエストになっているので、少し太めの、シマークのオリジナルのルーズベルトをこうカシャンと持ってきてもらうと全体のコーディネートが引き締まりますね。です、はい、はい、こんな感じになります。あ、かっこいいじゃない。おう、はい、うん、ナチュラルにいいじゃない。そうですね、うん、ニットはミドルゲージ の、はい、あの目の詰まったこう、はい、ニットになりまして、厚みのあるね、はい、しっかりとニットって感じの、厚みあるけどもこもこしないですね、
ウール90、はい、カシミヤ 10% のニットになります、はい、嬉しいです。こんばんは、シマークオリジナル前後スリットスカート最高。あ、よかったです、ね、ありがとうございま す、はい、黒もお求めいただいてありがとうございます、はいね、あと白もありますよって。白もありますよ、はい、白もあります、はい、こちらワンサイズのみになります、うん、お値段が 18,480円です。はい、色が、うん、こちらのオレンジにロゴがキャメル、うんうん、オレンジも綺麗よね。綺麗ですよね、うん、冬のビタミンカラー、はい、綺麗なオレンジです。ネックは後ろがちょっとこう割れてる感じになってます、はい、うん、こんな感じと、はい、グレーに白のロゴ、はい、黒に白のロゴです。黒もかっこいいねです。はい、4色展開です。じゃあ次いきます、はい、なんかテキパキしてますね。あ、数種類が結構ある。なるほど、少々お待ちください。今日はとてもしっかりした、ミドルゲージの打ち込みのいいニットですね。糸の打ち込みのいい、目詰まりもしっかりしてまして、程よい重量感と、でももたつかない厚さっていうんでしょうかね、厚みのニットを今シリーズで見ていただいた上に、その後はニットのワンピースを着るというパターンになっていきます。少々お待ちください。それかっこいいね、また、はい、うん、おー、なんかシャキンとしてそのニットとこのスカートのバランスはとてもいいじゃん、うんうん、あ、このままでもですか、うん、いや、どっちでもいいんだけど、うん、それはやっぱりしたいのよ、はい、はい、はい、こちらがですね、うん、素材は、うん、ウール95カシミア 5% のニットなんですけれども、うん、やだ、白も気になってるんですよ。春先にあったらと心を鬼にしてます。白がね、もうすでに減ってきてて、追加でまた作りました。白20枚、20枚、40枚ほど、11月末上がりになります。白の動きがとてもいいです、うん、もう今の段階では各店に1枚あるかないかぐらいになってますね、はいはいはい、圧倒的に白が、うん、今日も冬の白のスカートってあんまりなくてます。そう、今日も結構ね、白探してるっておっしゃってた、ね、そうそう言ったじゃない、はい、白いスカート気になって、探してたら目についてって飛び込んでこられて、うわ綺麗って言って、一発だったね。探してたんですかっつったら、あ、そうなんです、どこもないんですよねっつって、うん、そうですよねって、ましてこういう潔のいいねタイトで、はい、こういう前後にスリットが入って、その方をカーゴにしてもらったんだけど、すごいコンサバティブな上品な感じの人だったけど、はい、この前後スリットの深さ、うんうん、もう全然 OK で喜んでいただいた、うん、まあ、白耳元でささやきますね、三重カリメロさん、追加で今月末にまた上がってきますからね。以上、はい、はい、でこちらは、うん、こちらもハイネックで、うん、まあ、袖口もリブ、はい、やっぱりここの肩のボタンがポイントかと思います、はいはい、これがあるおかげで結構こう、はい、なんていうか全体のシルエットがシャキッとするというか、はいはい、そのニットの肩のデザイン素敵って、あ、ですよね、うん、そうですね、これがあることでね、いいの、なんかシャキッとしてますよね、うん、そうなの、そうなの、全然またさっきのこうふわっとした見え方と全然違う、全然違う、うんうん、なんかこれはね、ちょっと潔がいいのよ、うん、かっこいいですね、うん、かっこいいので、後ろもこのような感じになっております、はいはい、これだとさ、ちょっと帽子かなんかかぶってみてちょうだいって感じ、ベレーで、うんうん、ベレーで、うん、ベレーでいいね。やっぱりさ、皆さんね、見ていただいてる方の半分近くの方はもううちのこのディーカンバックルの太ベルト買っていただいてると思うんですけど、本
当にありとあらゆる場面で、今年は特にまた普通のっていう言い方は変ですけど、普通のファッションにまでベルト落とし込み来てますから ね、はい、またこう再生モードになってきてますので、はい、ここは一つ主張あるかっこいいベルト、皆さんお持ちのシマークの太ベルト、ルーズベルト、ぜひぜひいろんな使い方してみてください。それの一番こう分かりやすい、はい、今おすすめの使い方こうですね、はい、ちょっとだけもたつきが嫌だなとかいう場合に前を突っ込んでいただいた時に腰から回してウエストにポイントを作ってもらうとね、良さげですね。はい、良さです。ありがとうございます。今日もありがとうございました。今日もね、ありがとうございました。もう自由が丘店から喜びの声とね、安心感そういろいろね買っていただいてって飛んできました、気持ちが。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あいいね、いいね、いいね、うん、かっこいい、かっこいい。あ、先ほどのトニットはカシミヤ10なんですけど、うん、はい、こちら 5% なんですけど、うん、この表面の毛足がそんなに立ってないので、うん、よりこのシャキッと感が、うん、表現できていると思います、うんうん。あ、いいじゃない、なんだっけ、いつものマレーラバッグ持ってみて、ない、あ、はい、イブルースの、あ、イブルースバッグか、ちょっとかっこよかよ、かっこいいですね、うん、おー、すごい素敵、こんな感じで、あ、なんかお待たせって、ね、うん、おしゃれですよね。お待たせする相手は絶対女性だけどねごめんごめん笑う、そこで、はい、それを自分から言ってほしいね。そうですね、うん、あ、でも素敵、はい、うん、かっこいいと思います。グーです。ね、赤のニット今年らしいですね、うんうん、赤のニットいいですよね、うん、いいですよね、はい、お色違いはこちらのブルー、うん、はい、赤と青、何色？シマークカラー。おお、なんかすごいね最近、はい、ツーといえばカー。はい、ツーといえばカーです、はい、赤、白、青、黒、この4色をシマークカラーと呼んでます。オリジナルは基本的にこの4色がベースになりますね。こちらの黒もかっこいいと思います。かっこいいよ、かっこいいですよね、うん、ボタンは。ちょっと黒着てみてくんない？はい、ちょっとエグかっこいいと思う。なんか嬉しくなるね、うん、少々お待ちください、今着替えております。おお、黒いいね、黒もかっこいいですね。お、なんかちょっとちょっといい感じよ、いい感じじゃないですかね、うんうん、ね、そのニットも素敵ですね、ね、このニットも素敵ですよね。今日の黒スカートに合わせてみたかったわって。ああ、なるほど、バチバチ、失礼しました、前ファスナーの、ファスナーのね、確かに、はい、失礼いたしました、出してなかった、うん、合います、合いますね、うん、いやー、いいね、うん、やっぱり黒黒黒いいね、いいですね、かっこいいです、うんうん、こんな感じになります、うん、おう、あ、なんかいいよ、いいですね、うん、こんな感じです。ちょっと待ってよ、あ、素敵、かっこいい、あら、昼顔な女に見えるわこんな感じになります。 あ、いいじゃん、いいじゃん、いいですね、うん、ちなみにそれになんか羽織るとしたら何を選ぶ？あ、羽織るとしたら、うん、急に振っちゃうけど、急に振っちゃいます、はい、で、ここでずっこけるのがモッチーさんです。羽織
るとしたら今ボアポンチョかな、うん、ああじゃあ羽織ってみようよ。はい、はい、さあ決まるかどうかね。このニットかっこいいですね。さっきのは本当に普通に便利、普通におしゃれ、これはかっこいい。どれどれ、あ、ベースを黒で作るといけますね。いける、あ、いいじゃない、ひよこちゃんでもいける、ボア、うん、あ、素敵素敵、うん、ちょっとこう開け、うん、開いた時もそのほらバックルベルトが効いてくる。あ、いいじゃないですね。はい、お、よかよ、よかよか、うん、ベリーよかよ。あ、いい感じですですね、うん、はい、になります。うん、ひゃー、キャワユイ、キャワユイ、キャワユイです。そしてそれは何色あるの？3色です。先ほどご紹介した赤と青と黒です、うん、はい、でこちらのお値段、割とワンサイズのみです。21,780円になります、はい、21,780円。はあ、みゆきさん今日の黒だとなんか黒かっこいいね。かっこいいですね、うん、個人的に黒黒で来てほしい、うん、いっぱいあるな、いっぱいありますね、ありやすさ、じゃあちょっと、はい、着てきます、うん、それが今一番評判いいよ。あ、そうですか。うん、まだこっち出してなかった？出してるんですけど、ちょっと下の段なので。あ、そうかそうか。目立たないかも。12月からオランダに引っ越すっていう、あの先ほどのお客様、それを買って。くれましたよ。長さもありますもんね。うん、暖かいしって。これもなんか収まりやすいね。ちょっとこう、完全なニットの少しこう緩いルーズな感じのデザインなんだけれど、ちょっとブラウスっぽい感覚、うんうんうん、何がってわけじゃないんだけど、さっきの二方と違って、そこの前のスリットの具合とか、あとハンドのなんていうのかな、ハンドステッチをデザインポイントにしてるせいなのか、袖口折り返しにしてるせいなのか、なんか感覚的着こなしがちょっとブラウスっぽくできそうな気がする、うんうん、ね、それも突っ込んでみませんか。とまずこちらも、うん、ハイネックタイプになります、はい、お袖はドロップしてありまして、はい、こういうところのステッチがすごくあのデザインポイントで効いてます、うん、あと脇もですね、うん、で、ここお袖は折り返してこのような感じなんですけど、うん、一応あの長袖にももっと長くもできる、そういった仕様になっております、うん、折り返した方がなんか可愛いんですけど、うんうん、で、ここに下にスリット入っていて、うん、後ろの方が少し丈が長めになっています、うん、チュニックタイプですね、うん、すごいすっきり見えますよね、うん、そうそう、とても形が綺麗です、うん、ベルトどこにあったっけ、それも突っ込んでみましょうよ。ベルトしてた、うん、やばいやばいですねベルトどこだ、ベルトどこだ、ベルトどこだ、ベルトどこだとか言って、うん、ベルトしてたみたいな、うん、隠してるから、メガネメガネみたいな、うん、そうそうそう、うん、
感じになります、はいはい、もうあのそのまま着てももちろんいいですし、うんうん、あの突っ込んで着ていただいてもかっこよく収まります、うんうん、ね、はい、こんな感じになります、うん、いい感じ、いい感じ、はい、でお色違い、こちらのオレンジ、赤オレンジ、うんうん、赤オレンジに、はい、裾、ここの袖は何色か、あー、ベージュベージュキャメルみたいな、ベージュと赤を混ぜたような感じ、はい、ベージュキャメルみたいなお色になります、うんうん、あ、そういえば毎回ね、ライブも、YouTube とかで見ていただいてるということで、昨日大阪からね、わざわざ来ていただいた、はいはい、あのお客様、ちょっとね、私は会えなかったんですけど、本当にいろいろありがとうございました。遠方からいらしていただいて、ね、はい、うん、買っていただいたのを見ても胸躍らせました。むちゃくちゃかっこいいと思います。キュートでコレクションしてて、もう本当コレクションそのまま、あの身長もありだからね、マレーラのコートも最後になんか締めの一発みたいなね感じで、よすごい良かったと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、でこちらです、うん、これも可愛いんだよね、うん、これはねベースの色は地味な感じするんだけど、その折り返しのオレンジが効いとうのよね、うんうん、ステッチの色もこちらは色が木ベージュ、うん、はい、木ベージュにこのオレンジの、はい、うん、オレンジ赤の配色にします、ね、これは本当のハンドステッチなんだね。ですね、うん、コンピューターとかでやってるわけじゃないです、うんうん、だからどうのじゃないんですけど、まあこの雑さが可愛いですよね。そう、こんな感じになります、うん、これから、はい、次行きましょう。どんどん、あちゃ、ブルー、あちゃ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 、綺麗か、青ですね、いいですね、あちゃ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 、その辺の青になるとテンション上がってくるね。上がっちゃいます、うん、上がっちゃいます。ついでに血圧も上がっちゃいます。あ、以上ですね、はい、わかりました、よかった、はい、4色、はい、4色になります、うん、こちらもワンサイズで、はい、ウール95、カシミヤ 5%、はい、19,800円になります、はい、19,800円、あ、とてもおすすめです。昨日ありがとうございました。届くの今からめちゃくちゃ楽しみにしてます。ファッションさんにお会いできなくて残念です。いや、こちらこそ、あ、よかった、入っていただいててね。ですね、リアルタイムでご覧いただいて、うん、真っ先にと思ってた、はい、ありがとうございました。本当に嬉しい。あ、そうだ、ファッションさんのスーツ、うん、いつもかっこいいのお召しでってすごいおっしゃってました、うんうん、はい、あ、あのもうちょっと見せてほしいなみたいな。あ、じゃあ今度あれ今日じゃない、うん、今日これはちょっと嫌よ、あ、今日じゃないの、うんうんうん、準備してきます、はいはい、準備してきます。じゃあ今度準備してきます、はい、一応金はないんですけど、こだわりっていうか作ってるんですよねオーダーで、はい、オーダーで、はい、勝手にイメージ打って今日も悪くはないんだけど、もうちょっとビシッとしたいねいい感じです、うん、自分でもいい感じと思うんだけどあらあらちょっとだけお待ちくださいビシッと、割とファッションあの行くところでよくあの女の人たちに何者とか言われることあるんで誰あの人とかねでも同窓会ですごいね、そう、モテモテだったんですよね。あの15丘でもモテモテなの。あ、15丘でもモテモテなんですか。あのあそこ、あのカフェ、あのカスタネットで、カスタネットで、うん、女の人たち、あ、店員さん、そにあのお客さんが聞くの、俺のこと。え、本当ですか、うんうん、それ錯覚じゃなくて、本当本当、現状じゃないですか。いやいや、本当本当で、あそこの人って、あ、そうなんだって終わる。あ、本当にいつもスーツが素敵です、裏地をねお見せしなくちゃねって。あ、裏地を、うん、あ、でもなんか
ありがとうございます。今日はちょっとニットのシリーズでね、少しデザイン的にあれかもしれませんけど、前菜になるかどうか、まあトータルひっくるめてね、ファッションとして楽しんでいただければと思います。これも可愛いね。可愛いですね、うん。今日は本気じゃないんだ、ファッションさん。いやいや、いつも本気なんだけど、なんかちょっと意識しちゃうじゃん。あシャツのこの具合もね。よれとか大丈夫かなって。そうそう、うん、シャツも一応作ってるんですけどね。なんか言い訳してる。ちょいちょい出る。そう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 。じゃあちょっと次回、はい。そう、次回ということで。はい、あとは髪の毛も染めなきゃ。あ、こそうそう、何なんだって出るために、はい、そうそう、そのためにじゃあ次回こうご期待です、ね、うん、はい、はい、はい、こちら、はい、こちらのこの時期、うん、人気のポアンソレのニットになります、うんうん、あ、でも嬉しいね、嬉しいですね、うん、こうやってリアルに会話もできると、うん、こんな風にお袖が自然にポワンとなっていて、はい、すっごい可愛いです、はい、ハイネックになっていて、はい、このふわふわのこのニットがすっごく、うん、なんかもちもちしててすごい気持ちのいい、うん、ね、ふわふわとしたニットになります、うん、なんかさ、かわいい、ちょっと自分が紳士みたいな気分になってきたって突っ込めなくなってきた君をからかえなくなったみたいなね、あ、そんなこと言っちゃいけないな俺みたいなやば、服褒められただけなの、うん、もう全部なっちゃうから、はい、服がですよ、そうです、そうです、はい、そうなんです、はいはい、こちら、はい、薄い優しいピンクになります私もスーツ素敵だと思ってました、やはりオーダーだったんですね、いやいや、マジでハードル高くなってきちゃったね。めっちゃハードル高いです。来週作ってくっかな、また作ってこないと。そうそうそう、かなり照れてるファッションさん照れますよ、はい、もうすごい、もうちょっと見せてほしいっておっしゃってましたよ、うん、ほら、俺一応職人じゃんみたいな、なんか自分弁護してたりして俺はいつも油にまみれて土にまみれてなんかこう物を作ってる方だから、何言ってんのわけわかんない、はい、こちらの、シャーベットブルーみたいな感じのお色になります、はい、うん、はい、いやこっちに話が来てさ照れちゃういきなり来て、はい、戻せこちらが綺麗なグレーになります、うん、はい、どのお色もすごくおすすめです、はい、こういった感じのニットになります、はい、こちら3色です、はい、なんでそわそわしてんですか、そわそわしてなんかそわそわしてますよ、いやそわそわっていうか、なんか座ってる姿もなんかだれてられないみたいなきちんと座んなきゃってなんかそわそわ、ワンサイズのみでウール60、フォックス30、はい、ナイロン 10% です、はい、23,100円になります、はい、オールガーメントです、はい、なんか、おかしいよ、ほんと突っ込めなくなってきた俺、なんか悪い人になれなくなっちゃった、意地悪なんかとてもする人じゃない、昨日はほらね、さらに年配の人に徳が高いって言われたから、徳が高いって言われた、そう、もうなんか連日照れる、徳が高い、そう、徳が高いのよあなたはって言われて何かでもまた自分褒めちゃいそうだからやめときますあ、これはもうバッチリだよ、今日の君に、はい、はい、なんか、うん、あ、完璧です、可愛いですね、何回言ってもネックレスをつけようとしない君も素敵ちょ
と着替えが多いんで、はい、うん、大丈夫です、うん、はい、こちら、よい、このところ毎年この時期に出ているニットベストなんですけれども、うん、はい、今年ちょっとこのまま半袖っぽい感じでまずは着てみるのもいいのではないかなと思います、うん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 、むしろこれがおしゃれだよ、うんうん、寒くなったら中にあの長袖、ピタッとした長袖をお召しください、うん、くださらなくてもいいじゃん、まあ、そうですけど、うん、あ、はい、みんながみんなじゃないんですよ、はい、はい、で首元はボトルネックになっております、はいはい、でこのふわふわの、この毛足がものすごい可愛くて、はい、気持ちがよくって、はい、とってもあったかくて、うん、本当に冬ならではの雰囲気です、うん、こちらフォックス90カシミヤ 10% になります、うん、このね、このふわっと感がめちゃくちゃ可愛いですよね、うんうん、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいですよね、うん、こんな感じになります。今日やっぱりこれは似合ってるちょっとちょっと営業妨害ですよ、はい、なんか、あ、違う、君に対してだよ、一番これは似合ってる、いいんですよ、ニットの紹介なんですか、うん、でこんな感じになります。でお色が、こちらのブルーと、はい、モカブラウン、いい色ですと、グレーの3色はい、チャコールグレーかな、うん、いい色です、全部白、いい色いい色、ね、いい色もうめっちゃ適当じゃない？違う違う、何と言ったらいいのか、いい色なんですよ本当にいい色なんです、めっちゃいい色と、めっちゃいい色、いい色の違いあるよ、はい、いい色、はい、めっちゃいい色です、はい、こちらがですね、はい、ワンサイズのみで、フォックス90カシミヤ10、これを贅沢、25,080円になります、うんうん、もう見るからに贅沢、うん、幸せを包んでくれる、いいですよね、かわいい、うん、とてもかわいいです、うん、心をしっかりと幸せを逃がさないようにほっこりと包んでくれます、はい、じゃちょっといきます買っても買っても欲しくなるシマークの仕入れは素晴らしいですねもう先日の言葉が金言のようにね、店の中に貼っときたいよね、買ってくそばから忘れてくってありがとうございます、ありがとうございます、お目の言葉をいただき、うん、本当にありがとうございます。それまた違うやつ？はい、おそれもいいね、これもおしゃれですね、うん、やっぱりこの思いっきり起毛してる感じ、あー綺麗、これなんかおしゃれですね、うん、これもね、これも、うん、あ、うん、その感じ、実際はその感じの方がこれは決まるね、うん、インするより、ここが、ね、裾の方がピタッとしてるじゃない、はい、で腰を包み込む感じで着てる方が、うんうん、で今はねそういうのなかなかないけど、チェーンベルトなんかしても面白いね、はい、腰のあたりにね、はい、うわこれ女っぺ、これまたおしゃれなニットでして、うん、首元がリブ、うん、お袖もしっかりリブ、はい、裾もリブ、はい、メリハリの効いた、ね、デザインで、うん、網地をねキュッキュッキュッって絞ってますね、お袖と裾、このさっぱり感と女らしさがすごくいいですよね、うん、めちゃ女っぺ、うん、おしゃれ、かっこいいです、うん、もうシンプルにデニムとかで着ているだけで、うん、この毛足の長さもすごく女っぺですし、うん、おしゃれです、うんうん、とてもおしゃれです、うん、こちらウール60フォックス30ナイロン10ワンサイズのみです、うんうん、21,780円、これすごいまたいい感じ、うんうん、
安くはないんだけどリーズナブルを感じる一枚、はいね、すごくあの 目が詰まってますし、この毛並みの感じもすごく良くて、うんうん、本当にあのおしゃれです、はい、冬場再三言いますけれど、あのウール全てにおいてニットは重さが大事なんです。使ってる量、これで1着あたりのコストが出ますので、デザインはあまりあの機械が全部編み上げていくので、うん、基本的に手間はかからないんです。ニットの量がコストにあの反映されます。糸の質も当然ありますけどね。なのでしっかり目が詰まってて、重いんじゃなくて重みのある重量感を感じるようなものほど、やっぱり着た時にあの体全体をなんていうのかな、ナチュラルに包んでくれるんですね。高級感とおしゃれ感ってそういうことだと思います。これが軽い薄い感じのニットはやめた方がいいです。それはもう本当にコストを抑えてるだけです。冬のシアーなんつったら最悪です、ニットのね。はい、はい、こちら前をちょっと突っ込んでみたんですけど、はい、やっぱりこのね、どんな形でもメリハリがつくニットなので、うんうん、そうだね、このねお袖も、うん、すごく活かされますし、うんうん、かなりおしゃれ度高いと思います、うん、ね、です。これは世代関係なくいいね。いいですね、うん、であの雰囲気も結構関係なくいいかも、うん、カジュアル好きの方からエレガントな方までいける、うんうんうん、これでもう一回さっきのお帽子かぶってみて。シンプルなものほど全体でこうちょっとずつ色を乗っけたりとか、上と下でバランスを作ったりとかしていくと、よりメリハリが出ますね。シンプルに流れすぎると、あの気持ちがこうグッと上がらない場合とか、あとこうまあ客観性の中で人を見ててもそういう部分ってあると思うんですけど、こういうシンプルシンプルの中にはキュッキュッてちょっと何かを挟むだけで、何かを付け足すだけで全体が全く違うワクワクするようなシーンにもなるかなと思います。で帽子かぶっただけで全然違うもんね、はい、おしゃれです、うん、そのニットの首周り今何もしてないけれど、全体がこうあーって全くおしゃれのランクが変わる、はい、こうするとおしゃれな人、うん、例えば帽子がないと、あ、なんか、まあ、センスのいい人、あ、いい服を着てるな、センスいいな、からちょっとだけ、まあ、帽子をかぶったりする、そこのウエストにベルトをポイントつけてるっていうだけで、うわーって、うわーがつくね、言葉の前に、うわーってこの人おしゃれ、うわーがつくコーディネート、まあいろいろ思いつくね。本当にさすがと思う。やっと照れが消えてきた。お色が、はい、すみません、これ出せてないんです。あらららら、出ましたね、ファッションおすすめの青シリーズ。すみません、はい、袋に入ったままですみません、うん、こちらブルーと、はい、ですね、これが、うん、なんて言ったらいいんだろう、これベージュ、グレージュ、グレージュだ、グレージュ、グレージュだね、ベージュ寄りのグレージュと、はいはい、オフベージュオフベージュだね、はい、と明るめグレートップグレーっていうかね、トップグレー、はい、あのブルー以外は結構カシミヤとかで使うようなナチュラルカラーですね。でそれにブルーが差し色といった感じになっております。このあたりはちょっとまだホームページ載ってないです、うん、はい、でこちらが、うん、さっきも言いましたが、この感じいいね、かっこいいですよね、うんうん、なんかこのリラックス感とこのおしゃれっぽさがちょうどいい具合で、うん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 、なんかこう冬のなんかカジュアルな日にも、うん、ちょっと友達と食事行くなんていう日にも使えるって感じで、うんうん、あとなんか眉毛が綺麗に描けてんじゃない。普段気がつかないんだけど、あ、今日、うん、今日そう、あ、よかったです、はい、はい、21,780円になります、はいはい、じゃあ次はワンピースですね、はい、うん、
今度はワンピース、やはりブルーフロンティア、ローブさんのニットのワンピースと全部フォックストーン。これは、うん、あのローブさんの1個なんですけど、うん、ウール90カシミヤ10、ウール90カシミヤ10ね、はい、この辺もあの厚みがあってしっかり、重みがあって重くない、厚みがあってガサバらない、そういうニットをしか入れてません、どのブランドどのメーカーであっても。なのであのまあ実際お時間あったら一回着てみてほしい一着になります。少々お待ちください。今ワンピースに着替えております。なんかいいじゃん。なんかいいですか。うん、なんか。うんうん。襟の高さもいいね。なんかいいですよね。うん、なんかいい感じ。うんうん、はい。はい。なんかいいです。なんかいいです。こちらが、ローブさんのニットワンピースになります。はい、ピンクベージュみたいな感じのお色で。うんうん、ちょっと木っぽいんですけど、うん、それがすごくあの全体的に色がとっても綺麗、うんうん、ね、はい、あとそこの前立ての部分のね、はみ返してる部分と、こういうの効いてますよね、うん、効いてる効いてる、はい、後ろないか、はい、横スリット ね、 で横スリット、はい、です。もうこれあの、うん、小柄な方から背が高めの方まで、はいはい、あの本当にパッと着ていただける収まりのいいデザインです、うんうん、ですね、肩はドロップしております、はいはい、肩がドロップです、うんうん、もうこれはこのままでいいんだけど、それは今度はルーズベルトちょっとやってみてくんね。違う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 、うん、そう、茶色ないんですね。うん、茶色ないないの、はい、まあいいや、じゃあ黒で。なんで茶色ないの、売り切れ、売り切れです。茶色のつもりで見てくださいって無理があるから。薄めで茶色でお願いします、はい、そうそう、できれば両目でイメージだけしてくださいって。両目を閉じて、両目を閉じたらダメ、うんうんうん、そうか、閉じちゃダメ、うん、まあ茶色の感じでね、このぐらいしてもいいやね、はい、あ、ちょっとまた雰囲気変わっていいじゃない。雰囲気変わりますね、うんうん、お帽子ないの。あ、茶があります、うん、じゃあちょっとかぶってみて。あ、いいじゃない、いいじゃない、いいですね、うん、あ、なんかいいよ、はあ、ちょっといい感じですよね、うんうんうん、なんかちょっとアーティストみたいよ。あ、本当ですか、うん、何のだろう。わかんない、なんかアーティストみたい、そう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 、はい、売れない絵描きさん大変だねって感じになります、うん、このパンでも食べなって差し入れもらう、そんな感じの感じ。あ、いいじゃない、ね、いいですね、うんうん、こんな感じで。ちょっとだけ、うん、ストーンって着るだけでいいものなんですけどね、うん、ちょっとこうちょっとだけ味わいつけてもらうとまた気分が変わるかな、雰囲気もっていう感じです。それにグリーン系のライダースとかなかったっけ。グリーン系のライダースないですね、うん、黄色、うん、私の
ツーアイテムかも。アウター、アフター5。あー、これお家でゴロゴロもできちゃいます、うん、あ、そういうことか。正直、はい、アフター5、お家でゴロゴロしやすいかも。あ、そうかも。部屋着か。部屋着にも最高です、うん、ほんと気持ちよくて、うん、暑すぎないし、うん、薄くなくちょうどいいんですよ、うんうん、で、色はすいません、また袋で、こちらのなんて言ったらいいんですかね、これ、うん、アイスグレーみたいな色と、うんね、あとちょっと濃いめのグレー、うん、すいません、うん、なんかもうこのグレーと、うん、あと黒、うん、黒ね、はい、でこのピンクベージュの4色展開になります、はいはいはい、もっちーさんとしてはこのピンクベージュを着たかったのね。はい、4色の中から引っ張り出して、はい、なんとなくいいなと思っている色です、はい、うん、いいと思います。それにフードのショートライダースとかなかったっけ？ないです。グリーンの？ないです。黄色のライダースしかない。あ、黄色しか。ボアの白のピーコート羽織ってる。あ、うん、そうだね、そうだね、はい。あ、全然いいかも。どっちの色でもいいね。白だとちょっと浮くかな。うん、もうちょい濃い方の色。もうちょい濃い方がいいかもですね、うんうん、要するにキャメル、ベアキャメル。やっぱベアちゃんはキャメルでしょ。あ、そうですね、コートでもよかったですね、うん、あ、それでいいよ。あ、いいじゃない。お、よいよい、雰囲気グッと上がる。上がりますね、うん、あ、まるでおしゃれな人みたい。ねえ、なんか中世な感じ、うん、いいね。ああ、なんか言いたいのね。はい。はい、うん、かっこいい。おしゃれ。おしゃれですね。うん、こんな感じにいただきます。ね、デカバッグみたいのもいいね。うん、これでないか。ベージュ系ない。うん、ちょっと持ってみて、なんかない？ちょっと色が、色が。らしいね。はい、じゃあやめておきましょう。はい、はい、すいません、はい、はい、こちらのワンピースが、うんうん、こちらが、ワンサイズのみです。はい、ウール90カシミヤ10、はい、19,800円です。これなんかすごいお値頃に感じる。これはちょっとやばくない？他のニットと同じぐらい、ね、うん、厚みもあるのよ、これ。厚みがあって、あの、先ほどら言ってますけど、ご厚くガサバリオだったら最低なんです、うん、厚みがあってしなやかなんです。はい、あ、襟のその感じもひっくるめてて、いいですよね。あ、おしゃれじゃん。おしゃれじゃんですよね。うん、で、その周りにストールとかなんかない？ちょっと巻いてほしいみたいな、あれは5点セットかなんかの茶系の、うん、もう一色は？コン。あ、そうか、じゃあどっちでもいいけど、そっちやってみようか。うんうん、それそれ。ピンクベージュ送ってください。あ、すいません、来ちゃってて、はい、ありがとうございます、はい、いいお色です、うん、前から回し込んで、その襟は消さないでね、中の。そうそう、でもうちょっとキュッと締める感じ。そうそう、その襟の高さを生かすように前から押さえて、そうそうそう、うん、いよいよい、おしゃれいです。あ、いいじゃん、ね、お、なんか女王みたいになってきたね。いや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 、ストール使いが、女王のストール使いはちょっとなかなか、うん、とりあえず、うん、こんな感じで、はい、うん、おしゃれおしゃれ。もうちょい中の襟立ててみて、綺麗に立つとか引っ張り出す、思いっきり、うん、そのぐらい、そんな感じ。そう、うん、そう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 、そしたら余計に効果があるじゃん、この襟の高さを。あ、そうですね、うんうん、はい、おしゃれってそういうもんじゃない？はい、うん、あ、こんなに襟あるんだみたいな、うんうん、それを見せたいのよ。そうですね、うん、はい、誰が見るわけじゃないの、うん、自分の鏡の中に自分に見せたいし、それでテンション上がって外へ出るだけで、その日一日得した気分、うん、こんな感じになります、うん、感じです。
あ、かっこいい。かっこいいですね。うん、でそこを添えないで、うん、その感じでもいいし、前に両だらししてみて。うん、その感じでももう全然平気だよ。いいですか。うん。はい。ね。お、よいよい。ってな感じ。じゃあ次最後、はい、はい、最後行きましょう。すごいね、なんか最近モッチャンネルのミニミニライブも1時間のボリュームが、そう、すいません、どうしてもいろいろ見ていただきたいということで、シマーク通販カタログライブだねで、今度の、ニットが、これはかなり極上になります。それはウールカシミア、これは、あ、今の着てるやつよ。あ、ウール90カシミア10です。うん、ウールカシミアだよね。あら、なんか髪の毛の感じもいい感じ。ライブのためになんかテカテカ光らしてるオイル、うん、オイル塗ってはい、こちら、はい、これはまた雰囲気あるね。長さがめっちゃ長いのね。めっちゃ長めですね。はい、もうマキシですね。はい、こちらは、はい、大変ご好評いただいている、うんうん、中坊さんの、うん、ミラノリブニットとか展開している中坊さんのニットワンピーになります、うんうんうん、ローブさんのではないです、うん、でこちらウール70カシミア30です、うんうん、もうこれ目の詰まったものすっごい滑らかな質感の厚みのあるニットで、うん、イタリー製のね、はい、特殊ないいニットですね。本当にいいものすごい厚みあるよね、うん、ローブのもそうだけど、はい、この厚みだけで暖かい。暖かい、はい、気持ちいいし、うん、本当にで、なんていうか軽やか、うん、ピノピノは全くもちろんしてないんですけど、うん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 、軽やかです、うん、すごく着やすいです、うんうん、これでピューテリーのベストとか今ないの？紫、あ、紫か、まあ紫着てみて。黒ももうないんだっけ？黒はちょっとこっちないんですが、うん、他にありますけど、うんうん、なんか今度はその長さになるとこういうさっきみたいにベルトをするっていうよりはダウンベストとかを羽織ってなんかパフって、うん、こんな感じ。あ、あ、いいじゃない。そしてこれでさっきのお帽子みたいのかぶったら出来上がりかな。かぶりたいお帽子があったら、うん、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいですか、うん、イタリアーナよ、カラーが。イタリアーナですね、うん、純和風なイタリアーナとても、はい、和な、はい、東北のこけしの顔をしたイタリアーナファッションですはい、いいじゃん。ニットのふんわり感がものすごく伝わりますよね、うんうんうん、もう本当に、うん、極上ニットになります、うん、青とブラウンって本当に合うね。綺麗ですね、うん、青とブラウン本当綺麗、ね、イタリアーナよ、イタリアーナよ、はいはい、では最後だからちょっとこれにはここのところネックレスかなんかジャラ付けしてみません、はい、もう白黒混ぜこぜでやろう。はいありったけ全部つけないでよ。あ、もうそのぐらいだったらいいかも。ブラウンの帽子が入ったから、そうそうそう、ブルーと紫がまたいい感じ、ね、そうなの、そうなの。ちょっとね、モード感が出てくるね、キラークなスタイルから。あ、なるほどって
今朝ポッシーの白のダウンを見かけたような、まだありましたか。あ、ちょっと着てみます。うんうん、あった。あ、ございます。あ、さすがです。さすが。目が おいくつ。わお。俺もなんと思ってた。あ、いいじゃない。いいですね。うん、こういうことですね。ありがとうございます。こういう感じですね。さすがです。うん。この感じになります。うん、お、女王がそのワンピ、他に色はありますか。あ、他にお色ございます、うん。ご紹介します。好きな丈ですよ。引きずるほどの、うん。かっこいいですこのワンピ。ね、うん、私が154センチの私が着て、うんうん、ですね、うん、くるぶしぐらいになります、うん、160でくるぶし上、165でくるぶし上4センチぐらい、うん、170だとくるぶし上10センチぐらいになりますね。いいよね。あ、うん、いいじゃない。いいですね、うん、かっこいいです。かっこいいです。あ、なんか爽やかになりましたね、うん。ちょっとお色違い、うん、はいはい、それワンピー何色あるの。5色。ゲロすごいよねこのニット。いいニットですね。うん、あのやっぱり糸が違う、うん、それぞれに良さってあるんだけど糸が違う。はい、ですね、今着てるブルー、おー、まあなんかしっかりしてるよね。本当に気持ちいいですもん。静電気はこれおそらくないんじゃない。今のところない、うん、ね。すごい滑らかで、滑らかだよね、うん、ちょっとね全然違いますよこの質感が、はい、静電気起きにくいんじゃないかなと思います、はい、ローブのあれはもう本当スーパーおすすめなんですけど、うん、やっぱり糸が違うので同じ厚みがあるんだけれどもっとこっちはしっとりしてるね。そうですね、しっとりキュッて入ってるね。ね、お値段もちょっとね、うん、3倍ぐらい違っちゃうんで。そうそう、3倍ぐらい値段高くなりますけど、はい、ですね、はい、こちらお色がブルー、うん、これは今着てるブルーよりもうちょっと明るいブルーになります、うんうん、今着ている色がちょっとミッドナイトブルーみたいな色なんですけど、うん、こちらは本当にあのいわゆるブルーです。はい。それと、グレーか。微妙なよね。いい色なのよね。どれも。いい色なの。アイスグレーにぬくもり入れた色みたいな感じの。はい、うんうん、アイスグレーにちょっとピンクベージュ混ざったみたいな優しい白っぽい、うん、アイスグレーっぽい感じのお色になります、うん、黒か、黒、はい、と木グレーになります、うん、なんせいい糸です。いいですね、うん、イタリア紙を使用してます、うんうん、こちらお値段が64,900円です、はい、いつも言うようにイタリア紙を使ってたらいいとかいう話ではないんですけど、これはいいイタリア紙を使ってますね、うん、悪いイタリア紙も悪いしょぼいメイドインイタリアももう溢れるようにありますから、そこは選択のやっぱり、まあ、センスの問題ですね、物の目利きと、うん、そこのところは自信を持ってやっております、うんうん、です、はい、じゃあベスト脱いでみて、そのワンピースのそのままでも素敵だよ当然ね。でそして最後にやっぱり今年大人気のこのボアポンチョ着てみて、はい、うん、今年も大人気、すでにもうこの色がなくなってきたね。キャメル少ない、うん、ああいいじゃん、
遅れてきたカルメン巻きって感じ、知らないでしょ。ダメじゃん、はい、誰もわからない。2、3人ぐらい分かって笑ってるかもしれない。はい、はい、こんな感じになります。はい、なんかおしゃれね、うん、すごい可愛いです、うん、あ、いいじゃない。はい、はい、うん、君が着てるとまだちょっとおままごとに近い部分ってあるけどね豪華なのがね、うん、どうにもそうなんか身に、はい、そぐわず。皆さんにはこれはスーパーエキセントリックにモードした感じのワンピースです。はい、はい、おすすめです。なんていうんだろう、滑らかで、うん、本当気持ちいいんですよね、うん、見てるだけで。そう、しっとりって感じじゃないね。うわ、ニットなんだけどなんか気持ちよさそうないいニットって感じする。でやっぱりデザインの取り方がね、やっぱりこう独特ですね、綺麗、うん、はい、シンプルをこうやって作っていくっていうのは本当大変よね、うん、本当に難しいことだから差が出る、シンプルなものほどね。はい、ごめんなさい。はい、じゃあ今日は以上になります、うん、いろんなニット、まだあのホームページに掲載できていないアイテムもございます、うんうん、おいくらかしら。あ、すいません、64,900円でございます。はい、これは部屋着にはちょっと、でも部屋着かこちらも部屋着ですね、きっと、うん、お散歩大丈夫、あったかいです、これはい、はい、です。はい、まだホームページに掲載できていないアイテムもございまして、うん、もし何かありましたら、うん、ぜひお気軽にお問い合わせください、うんうん、それ通したらこれやられるね、これね、うん、めっちゃくちゃ気持ちがいい今のね言葉に表されてますね、うん、これそれ通して体入れたらやられるよね、うん、本当に高いなりですねうん、ね、うん、普段着に落とし込めるギリギリの価格。そうですね、普段着っていいものを、そう、シンプルでいいものを買うっていうのは、うん、最高の贅沢かと思うんですけど、うん、すごくなんか着心地、うん、満足感は得られるかと思います、うんうん、ね、豪華な外資系とかね、日本のホテルのロビーとかね、レストランとかスッとこれ着て入り込めるよ ね、 そ う、 ですね。そういう場面もひっくるめた普段着、うん、いい場面に着ていける普段着として落とし込める、そんな一着ですね。もちろんその前にご紹介したものも本当にいいの、はい、ものなの で、はいはい、そうです、どちらに行かれてもふっと目が行くような、はい、そういったアイテムを選んでおります、はい、ね、ああまた打たれるのかってどん今日は安心して寝れるわねっておっしゃってたけどね、はい、今日は寝る日だって、うん、そうそうところがどっこい、この辺にもいいのが山のようにありました。そうですね、はい、でまたこのミッドナイトブルー、またいい色で、はい、いい色だよね、すすその色ね、はい、良きです。はい、うん、じゃあなんかブラウンと本当に綺麗、本当いいですね、本当に綺麗、ブラウンとブルー、うんうん、黒とも絶対いいんだけど、うん、やっぱりわざとブラウンで合わせたいね、うんうん、はい、以上です。はい、じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。本当にいいもの入ってますので、はい、ぜひ、はい、店でもホームページもご覧ください。はいはい、じゃあ次は、はい、水曜日8時からの自由が丘ライブになります、うん、どうぞよろしくお願いします、はい、全然眠れなかった、素敵なものばかり最高の、また褒め言葉ありがとうございます。ありがとうございます。もう爆睡なさってるかと思ってねもう今日はコメントなしかなと思って、うん、ね、よかったです。それと大阪の荷物お直しももうできて送れるの明日。明日お送りさせていただきます、うん、はい、はい、お直し、ね、本当にありがとうございました。お直しも今日できましたので、明日送りで早速、はい、ご到着ご指定日あるので、うん、ワクワクを届けさせていただきます。はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました、うん、ありがとうございました。いきます。はい、こういう感じで見頃ありますんで、はい、はい、いきます。はい、 This is the fashion。ありがとうございました。いいね、これね。めっちゃいい。ね。めっちゃいいっすよ。あなたも、あ、こちらこそです。こちらこそありがとうございます、はい、ね。ぜひ楽しみにしててください。もうすっごいね。そのままパリコレミラノコレクションね。うん、
あのランウェイを歩いてる気分でね、あのうちの家の近所のスーパーでもね、うん、コンビニでも着てってほしいね、うん、そのぐらい気楽にかっこよく、うん、ありがとうございました。では失礼いたします。失礼、はい、ありがとうございます、うん、はい、ありがとうございます。失礼いたします、はい。